はい、皆さん、こんばんは。日曜日の夜9時を回ってまいりました。各週なおチャンネルの時間がやってまいりました。今日はですね、ちょっと配信の画像の方がね、ちょっとかなり、低域でやってますんで、もしかしたら画面の方がですね、見づらいかもしれませんけども、その代わり、一応 70% まで、改善したみたいなのでですね、はい、こちらの方で、まあ、音声で楽しんでいただければと思います。ただ、今回ね、おかげさまで、はい、まあ、なんとかパワーポイントで、そうですね、資料の方作ってあるんで、はい、まあ、字の方はいつも のスケッチブックの僕の汚い字よりは見やすくなってると思うんで、画像画質が荒くても、うん、まあ、その辺はやってもらいたい、期待していただければと思いますけども、じゃあ中野さん、とりあえず画面を展開してもらえますか、はい、さあ問題はこれ、ここなんで、うん、CPU が何パーセントか、そう、これパワーポイントが 今が 69% ぐらいなんですけど、 80%90% 切ってくれればいいけどね、あ、やっぱダメだな、まあ、いやいや、いきましょう、97までいくだろ、いっちゃうね、やっぱり配信がどんだけ荒くてもやっぱり CPU は、う、ね、うんうんうん、いきますね、いえ、いきましょう、まあいいですよ、あれで作ってますから、はい、はい、それではですね、こちらからというね、これ、前回ですね、やったところまで、まあ、まとめましたけど、何をやったかのまとめですけどね、日本でその漢字は、実際中国にいるよりも、日本で漢字の方が、まあ、花開いてという形でですね、はい、要はその、さっきも言いましたように、日本語と漢字をいかに、はい、すり合わせていくかというところで、はい、まあ、日本人が工夫した成果というものが今ここに並んでますけども、うん、まずは、漢字の音だけを借りて使った万葉仮名。で、それに今度は、漢字の意味合いとですね、うん、日本語、大和言葉との読みを組み合わせた訓読み。はい。ね。で、そこから今度その、漢字の字体をね、うん、草書が出てくる段階、字体の中で、より簡潔なひらがな。はい。で、そこから今度はその、よりひらがなを作る上において、より小スペースで書けるように、作り出した、記号化されたカタカナ。はい。で、ただ、結局それでは、どちら片っぽだけでは補いきれないので、はい、両方を混ぜて使おうという話でできたのが一番下の和漢混交文というところで、まあ一応、これが日本、中世ぐらいまでずっと日本語というものが成立していく中で、文章としてね、はい、成立していく中でまあ重要だったファクターになるわけですけども、はい、今回はそれにプラスして2つ、新たなことをですね、勉強したいなというふうに思います。はい、何かと言いますと、この2つですね。和製漢語、まあ、日本製の漢語、はいはい、ということだと、国字、はい、国字、まあ、これ和字とも言いますけどね、うん、まあ、和字といえばもうニュアンス的には分かりますよね、これ日本の字です、あ、日本で作った、そうそうそう、要は有名なのは分かりますけど、日本で作った漢字、はいはいはい、で逆に言うと和製漢語も日本で作った漢語なんですね、うん、で要はどういうことかというと、よいしょ、すいません、はい、君が出てしまうんですけど、うん、いいよ、出ても戻るから、あ、そう、結局現在僕らが使っている漢字っていうのは、はい、100% 中国製ではないわけですね、はいはい、メイドインジャパンもある、そう、メイドインジャパンがある、で、はい、そのメイドインジャパンはなぜ必要だったかというと、はい、結局その自分たちの文化を作っていく中で、それ中国語では表現しきれない部分があるので、はい、それを表現しようという中で、はい、やっていった中でそのこの国字と和製漢字というのが出てくるんですけども、うん、まあ、和製漢字というのはですね、はい、漢字が定着普及するとですね、さっき言ったように漢語では、はい、中国語では表しきれないものがあるので、うん、なんとか日本語でやってみようかなというふうにやって試みですね、はい、で国字の方はもう文字通り日本で漢字を作ってしまうというパターンになりますね、うんうん、まあこんな感じで和製漢語の方からやってみたいと思いますけども、はい、和製漢語は主にこの3つに分かれますね、大体そう、訓読みのものをですねから音読みに変わったもの、訓読みから音読み、そうそう、まず中国にあって訓読みを作りますよね、はい、訓読みの言葉ってもうすでにあるんですよ、そこから今度訓読みのものが音読みにまた変わるんですね、ほう、これをこの説明で分かんないけど、例題ですらすぐ分かります。例題を見ればすぐ分かります。で、次が、独自の制度から生まれたもの。
要は中国と日本では根本的に政治の制度が違いますので、うん、はいはい、その中で、うん、まあ、日本独自の言葉が必要だということで、うん、日本で新たに作った言葉、うん、で、まあ、3つ目が本来と意味とは異なる使い方をしている、はい、意味合いがね、これ3つがまあ和製漢語のまあ特徴として、うん、まあ、挙げられるもので、うん、この色を覚えておいてください。訓読みから音読み黒色です、はい、ね、独自の制度がまるで青色で書いてます。はい、本来の意味を持つ異なる詩を、これ、あの今、赤で書いてますよね。はい、うん。で、これをですね、わかりやすく例題でいきますね。はい。これですね。一番上、黒字で、返事、大根って書いてありますね。はい。はい。これが、あの、あれです。あの、訓読みから音読みに変わった文字の例です。ほう。で、これ何かというと、返事とあるのは、もともとこれ、日本の昔の言葉で、帰りごとと言ってます。読み方は。帰りごと。そう。あ、で、返事って、本当は帰りごとと読むの？帰りごとと読みます。それを、わざわざまた音読みに読み返したんですよ。で、今は返事とみんな普通に読みますよね。じゃあ、返事は何？中国人の方も返事？読まない。だから発音が違うんだよね、そこがまた。返事。似てるけど、ちょっと違う。はい、うん。要は、返事という中国のこういう似たような意味の言葉があって、もともと大和言葉で帰りごとという言葉があって、それをくっつけたんだけども、結局帰りごとと呼んでるのを、結局返事に戻しちゃったのね。戻したというか近づけちゃったのね。じゃあ、大根って何に、王語、で、大根はこれもともとは、これでお骨と言います。読みます。お骨。お骨という、大根のことですね。お骨というものに、うん、この大きい根っこという字を当て字で当てました。はあ、だから、こう、大根って書いてあって、お骨と読みます、本来は。ほ、要は、あの、一番わかりやすい。大きい和と書いて、ヤマトと読むのと一緒です。はいはいはい。あんな感じ。へ、で、ヤマトの場合は、そのままヤマトで定着しちゃったんですよ。うん、でも、この大根の場合は、うん、結局、大根と読んじゃうんで、大根が定着したんですね。で、今となってはもう、お骨が忘れ去られてしまって、普通に大根、大根って、うん、みんなが日本語で言う、うん。あ、そうなんだ。そう、おねじゃないんですよ。おほね。まあ多分、発音はでも、おねに近いと思いますよ。書きはおほねなんですけどね。おー、うん。で、次、青色。はい。家老、同心、奉行、代官、役人、番頭、出地。これ、まあ、さっき書いたの、日本、中国とは違う法律のもとで、役職のある言葉で、あれですね。で、制度から違うものですよね。要は、家老も同心も奉行も代官も役人も番頭も出地も、日本独特の役職です。中国で家老なんて役所がありませんからね。同心もありませんね。奉行もありませんね。代官は意味合いが違いますね。役人も、まず言葉意味合いが違いますね。番頭もありませんね。でっちなんか絶対ないですね。ほう。そうそうそう、ことはことですね。はい。そこから来てるかもしれませんね。だから、例えば家老とかだと、まあ、大臣の一番上がやると、律令で言うと、うん、まあ、小国という言葉がありますよね。うん、会う国と書いて小国。うん、まあ大臣の意味ですよね。だから今でも日本の政治や新聞で環境大臣のことを環境省とかって言うのはその省局の省国の名残ですもんね。律令の時の呼び方の名残なので、あ、そうなんだ、はい、なんで会うっていう字を言って書いてね、大臣の意味なんだっていうと、そこです。律令で昔の大臣のことを省と省国と言ってたんでね、うん、そこから来てそのまま、で首相はそのままになってるね。だから首相は、小国の中でもその一番目の首に大事なところにあたるから、首で元締めだから、首長、首相、首相。へぇー。あー。なるほど。で、一番下の赤い文字。これ読めますよね、山本さんね。分かって、退屈だろ？退屈。成敗。成敗。素性。素性。はい。これがいわゆるあの、本来の、の何急に来るのやめてくれる？そこで分からんかったら。アホと思われるやんか。それキャサリンの方いましたけど。やめてくれ。なんだろうね、日本人は役職をつけたら民族性なのかなというか、まあ民族性がやっぱり、日本人のすごいところは、生まれながらの身分差別がないんですよね。だって統一民族なので。はい、はい。でもそれでは、やっぱりこう、人間としての個人のエゴとしての優越感が生まれないんですよ。だからどうしても相手の立場を変えたいと思っちゃうわけですよね。うん、そうなってくると役職だったりとかそういったものにこだわったり、はい、結局は話し合いで決める世の中じゃないですか、はいはい。話し合いをまとめるためには全員が同じ立場では統率が取れなくなっちゃうんですよね。うん、だったら統率を取れるためにその格の違いは示さなきゃいけないので、うんうん、だからやたら役職に敏感なのかもしれないですね。おー、なるほど。で、まあこの退屈成敗、素性なんですけど、これ本来の意味とは違うんですよ。は、うん、さっき前振りした通り。ね、前のここのところ赤い文字ね、
本来の意味とは異なる使用法で使ってます。ほうほうほ う, ほう。だから逆に言うと退屈というのは僕らが知ってる使い方とはちゃう使い方、成敗も僕らが知ってる成敗とはちゃうということですね。えじゃあどういうことかと言いますと、はい、退屈っていうのはこれもともと仏教用語です。ほう。仏教の言葉でですね、うん、意味としては修行をせず精進しないことを退屈と言います。まあサボってることを退屈と言います。あ、サボってることを退屈なんだ、うん、でそこから気力が衰えるという意味に変わって、はあ、で気力が衰えるから暇を持て余すという意味に変わりました、うん、それが今の退屈です。だからもともとは暇じゃないんですよね。うん、サボってるんですよ。もともとはサボりですね。暇じゃないんです、サボりです。あ、うん、あ、そうなんだ。でまあこの仏教用語からの意味が変わっちゃったやつはあといっぱいあって、我慢とかね、堪忍とかね、あと辛抱なんてことも実際にはちょっと本来の意味合いとは違うらしいですけど、はい、そうなの、まあその辺調べてこなかったんでね。なるほどね。じゃあ、 興味のある方はご自分で調べてください。はい、であと成敗もという意味で一緒ですね。うん、これ普通にね成敗するって言いますよね。これ成敗というのはもともと中国語であれでは、もともとこれ、そう、もう字の通り成功と失敗の意味です。あ、そういうそのままそのまま成功と失敗という意味です。はあ。でそれがいつの時代か、はあ、使用人を殺すという意味に変わったんですね。え、使用人を殺すこと、ここなんですよ。使用人を殺すことを成敗というんです。殺しちゃうの、殺しちゃうの、手打ちにしちゃうのね。使用人をね、それをなぜか成敗するっていう、いわゆる悪人を成敗だとか、うん、とにかくこう誰かを倒すみたいな感じで、もともとは完全に使用人を殺すという固有名詞なんですよ。目的がもうピンポイントなの。だから逆に言うと当時中国では、うん、自分の家の使用人を殺すのは成敗であって、うん、っていう、もうそれが決まってるんですよね、うん、じゃあ何、それは犯罪ではない、正当化されてるってことですよね。じゃあ何、あの武士の切り捨て御免みたいな。だから逆に言うと成敗って僕ら悪いイメージは持たないじゃないですか。うん、だってだどっちかっていうと、いいことをやった、そうでしょ、うん、悪人を成敗、実はそれは中国人のエゴから来てるんですよ。使用人は殺したって構わない、奴隷と一緒、家畜と一緒。うわ、うわー、やな。そう、成敗ってそういうことですね。へえ、うん、で一番最後の素性ですけど、これ意味わかりますよね。素性が、うん、わからないとか、素性怪しいみたいな、こう素性ですよね、うん、ここそういう方いっぱいここ見えますけどね、はいはい、でまあこの素性に関しては、実はこの意味合いが違うのとはちょっと違うんですよ、はい、別格だけど、まあ、めんどくさいにここに入れちゃったんですけども、うん、日本がですね、やっぱり世界でも稀に見る識字能力の高い国で、やっぱり実際江戸時代になると、はい、時代劇であるようなイメージよりも、うん、さらにもう農民まで文字が読めて当たり前、はい、書けないけど読めるのは当たり前なんですね、はあ、だから読めなければ年貢も納められないし、うん、上のお達しがわからないと、はいはい、だから一家のうち誰か絶対読める、一人は読めるようになってるんですよ。おで結局時間があるので、はあ、おばあちゃんが孫に字を教えたり、はい、お父ちゃんが字を教えたり、で、はあ、そのうち村で寺小屋作ったりみたいな感じで、はいはいはい、識字率がどんどん高かったわけですね、うん、で結局江戸だと、もう江戸の町だとさ、うん、ほら瓦版とかあるじゃん、はいはい、あれってもう文字が読める人前提じゃん。まあそうだね、ね、うん、あと浮世絵だったりとか、ああいうのも、うん、もう読めるの前提で作ってるじゃないですか、はい、でそんな中で生まれた和製漢語ってのもあって、うん、それが代表なのがこの素性なんですよ、うん、これどういうことかというと、当て字が元です。もともとは当て字なんだけど、気がついたらもうそれが普通の読み方になって常用されてるよっていう、常用漢語になってるよってことで、これですね、当て字からの、和製漢語、これまあ素性って書いてますよ。もともとは種にカバネと書いて、種性と、でそれがそのうち種性種性って言いにくいので、そのうち言い方が素性がなまって素性になる。で、その素性が今度なまって、じゃあ素性を漢字で書くときに、もうこの主性っていうのが思い出せないから、はあ、もう当て字で素性って書く。この主性の性って、もともとが女編じゃないですか。うん。そう、だからそこも全部、じゃあ字が完全に当て字なの。ああ、じゃあ全然違うじゃん。あ、そうだよ。で、ちなみにこの主性の、この種の上の主性の正しい意味は、これ、血族っていう意味です。宇治とかね、血脈みたいな、ね、うん、
ああ、だから、本当のその通りの。そう、あなたの首相は、ちょっとはっきりせんやつだな、みたいなのは、お前出どころ、こいつの出身出どころがわからんな、みたいな。はいはい、はい。うん、なんだけども、結局それが、素性素性っていうようになって、うん、素性って書くときに、うん、この、あ、首相って書くのがめんどくさいから、スラスラスラ、当時筆ですからね、スラスラって書いて、この首相女。あと、この当て字が江戸時代で広がっちゃった最大の理由、まあ、一番多いんですけど、広がった理由は、その字体ですね。字体。先週習ったの、草書体や楷書、あの、あれ、うん、筆運びの字体ですよね。結局、うん、誰が書いて、誰がそう読み取るかによって、うん、今みたいにこの似た字だと、勘違いするわけですよ。うん、ああ、勘違いする。それによって、字がどんどん変わっちゃう。すり替わる。はいはい。うん。今、長谷さんがしてきた通り、首相の段階では女編に生まれるなのが、素性になった段階で小里編になってしまってるみたいなね。はいはい、これ多分筆の運びから来ちゃうんですよね。誰かが読み間違えちゃったみたいな。そういうのも多々あるみたいです。へー。うん、あー、スモルテンさん、よろしくも同じ、あの、走りすぎです、走りすぎ。それはまだやりません。走りすぎです。はい。識字率の低い国、地域では瓦版の会、どんなものが使われたんですか？だから中国みたいになっちゃうんですよ。真ん中しか本当のことを知らない。識字率が低いイコール情報がそこまでいかないわけだから、うん、何も知らないんですよ。知り得ない。逆に言うと、だから無知ですよね。なるほど。日本はたまたま国土が狭くて、うん、たまたま国土が狭いところを広げようとした民族性だったもんだから、うん、大和朝廷がね、うんうん。で、やった段階にたまたま文字が、読みが広まっていっちゃったというだけの話で。そういうことかよ。はい。という感じですね。で、うん、ま、これ和製、今、看護やってますけど、うん、和製看護も、大きく分けると、うん、江戸時代までと、明治時代以降で変わるんですね。ほうん。結局何かというと、7世紀ぐらい、平安時代ぐらいにこの和製看護っていうのは作られ始めて、うん、ぶっちゃけ20世紀まで作られてるんですよ、和製看護って。20世紀つい最近まで。まあ、今でも、今でも、そう、そんな感じ。いわゆる当て字文化がある以上を、うん、今でも、それが、うん、はっきり言って、何ほら、あれなんだっけ意味出すとか、ああいう、はいはい、現代用語の基礎知識だとか、広辞苑だとか、うん、ああいう公の資料に乗っかってしまった段階で、うん、もう常用っていうことになりますから、認知されちゃいますから、そういうふうに考えると、今でも和製看護っていうのは、もういくらでも、出てきちゃってる。で、まあ、特に今僕らが普通に生活の中で使ってるっていうやつがですね、うん、そうですね、皆さん、いよいよ、皆さん、知恵を出し始めてきましたね。そう、哲学、経済とか、そうですよ。チラチラと来ましたね。うん。出ますね。で、まあ、明治時代以降ですね、まあ、和製単語、特に爆発するわけなんですけど、はあ、まあ、爆発する理由っていうのもあるんですね。要は何かというと、明治維新が起こって、うん、文明開化が起こってくるようになって、西洋からの文化とかが、はいはいはい、概念がドーッと来たときに、はい、うん、うん、それを日本人として受容しなきゃいけないと。はいはい、いうところで、結局、英語だったり、蘭語だったりを、日本語に訳すときに、言葉を、が、伝えられないじゃないですか、そのまんまでは。ね。ガバメントは、そのまま僕らガバメントって使いませんよね。政府ってなってますよね。じゃあ、このガバメントをどうやって政府にするのかってところで、この和製漢語が出たわけで、その、要は、訳語として、この和製漢語っていうのをすごい使うようになって、体調に、そういう大量に作られちゃいまして、うん、その数がですね、はい、まあ一応、暫定で、数万個。うん、ただ、今使ってる漢語のほとんどは、うん、この明治時代までにできちゃった漢語。僕らが普通に新聞とか雑誌で見る言葉は。うん、お、消えた。あ、出た。なって、今結構使ってますね、頭。はい、で、まあ、その中の3つというのが、代表的なのはまたこれも、三タイプに分けれましてね。うんうん、その三タイプの方法論というのが、これですね。はい、まあ、当時、すでに中国語である漢語から、はい、そのまま借りてくる言葉。はいはい、言葉をね、うん。うん。で、意味合いを変えたりとかね。まあ、字面そのまま持ってくるパターンね。うん、で、次は、中国の古典語の漢字を転用するもの。古典語っていうのは、いわゆる中国昔の書物。うん、論語だとか。掃除、孟子、孔子、あの辺の人たちが書いた、いわゆる五経、四書五経みたいな、あの辺の有名な書物のやつから言葉を転用するパターンね。うん、で、最後が、中川さんもご存知の、日本人が新たに作るもの。はい、この三つが明治以降の和製漢語での、はあ、まあ、大きなカテゴライズになるわけですけども、はあ、じゃあまあ、具体的にどんなもんがあったかと言いますと、はい、これだけパッと言葉を並べてみましたけども、
まあ、説明しますと、はい、まず1話目の4つありますね、はい、これ読み方見て何か気づきます？はそうですね、読み方に素晴らしいですね、これ全部読み方が一緒ですね、すげえじゃん。これ全部読み方、繊維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 、全部読み方一緒ですね。しかもインドネシアもほぼ一緒なんですけどね、これ。でも、これの読み方も一緒だけど、別の意味で共通することは何かありますか？え？あ、共通してないところが、バラバラなところだね。これ意味が全部違いますよね。もちろん、もちろん。違うね。これが和製漢語が大量に作られてしまった時の唯一の弊害なんですよ。つまり話し言葉の時に分かりにくいとか、そう、要は同音異義語がめちゃめちゃ増えちゃったんですね。入った、そうかそうかそうか。だから大和言葉の段階では同音異義語ってあんまないんですよ、はあはあ、50音いろはにほへどを使って駆使して表現を変えているのであるけども、うん、結局漢字っていうのはもう読みとあれが決まってるじゃないですか、うん、だからそれをくっつけて意味合いにくっつけてた時に同じ発音が増えていっちゃうわけですね、うん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 、その結果こういう現象が起こり得たよという、まあ、例題で、まあ、繊維というのを出しまして、まあ、一番初めの繊維はこれ糸ですよね、繊維、はいはいはい、で次はこれ移すことですよね、はいはいはい、で次は戦う意思ですよね、はい、最後はお船のお医者さんという意味ですよね、はいはい、全部バラバラですよね、言ってる意味はね、もう前後につく言葉尻で、うん、合わせの合わせないとわからないという言葉ですね、うんうんうん、で、次の青字のやつが、これがさっきもありました、中国語から言葉を借りて借用したパターン、はいうん、でこれどういうことかと言いますと、当時あのその外国の西洋文化を日本語に、うん、日本に入れて訳していく人たち、例えば西天音だったり、はい、福沢諭吉だったり、うん、ああいう文化人の人っていうのは、うん、結構中国語に理解があるんですね、中国語より漢文が読めるんですよ、はいはい、で漢文が読めてなんとなく中国語のニュアンスが分かってるんですね、はいはい、だから英語だったりなんかして西洋のニュアンスと近いニュアンスのものを当てはめて漢語にするわけです、うん、で作られたのがこの、まあ、有名なのがこの主観客観否定とかね、はあ、これなんかもう言葉としては中国漢語であるんですよ、はいはい、主観客観否定、うん、でもそれを日本その英語のあれに組み合わせてこれを作って、うん、これ当てて、まあ、当て字ですよね、当てて作ったパターン、はあ漢文苦手、漢文はね昔はたしなみだったんですけどね、今は誰もできないレベルになってますからね、ちょっと実験していい？あ、いいですよ、今こう点滅しますよね、うん、これね今 93% 今 93% です、はい、危険伴いますね、危険伴いますね、松本くんのこの小さい絵を、うん、こうちょっと松本くんに消えていって、ああ、そういうことね、いただいたら何パーセントになるかちょっと試させてください、はいはい、バイバーイ、これでいきましょう。はい。でですね、はい、先ほど言ったように青色のところです、この黒いところ、地球、はい、宇宙地球革命家、はい、これは何かというと、中国の古典語、いわゆる元々漢語として存在してます、はい、中国に、はい。それをですね、うん、新たに概念、新しいその英語の意味合い、うん、例えば宇宙という言葉は元々中国の、うん、掃除の中にあります。地球もあります。うん、でも、これは僕らが知ってる、スペースやコスモの意味ではないんですよ。で地球というのもアースの意味ではないんですね。でそこにアースというものの語訳として地球という言葉をくっつけたわけです。で作られたのがこの宇宙地球革命、革命もレボリューションですね。でもレボリューションと言葉はレボリューション、レボリューションという言葉に出して、この中国のこれはね、革命はね、法華経にあります。革命というこの文字は法華経にある言葉の中からレボリューションとくっつけて日本語の革命という意味をつけたわけですね。なるほど、うん、で、最後科学経験美学、これが日本人が作った漢語です、漢語、はいはいはい、うん、まああと他にも象徴とかね、芸術もそうですね、あと典型とか、あと権利義務現象なんていうのも、はい、日本人がこう一生懸命漢字の意味をくっつけてね、はあ、やったもので、もう美学なんてね中国じゃ絶対ないような漢語ですけどね、あえて僕載せましたけど、はい、さあそんな中でですね、うん、まあ、3番のこのとこに日本人が新たに作ったものってありますけども、うん、もちろんこれさっきの、言葉にあった通り当て字があるわけですね、はいはい、まあ、なんでかというと20世紀まで作られてますから、うん、でその中でまあちょっとどんなものがあるかというのをですね、うん、まあ、これ皆さんもちょっと考えてもらいたいんですけども、何と読むでしょうか。赤い方ですよ、問題ね、赤い方ですよ。で、
ヒントは、隣の鍵括弧の中に書いてある、浮き雲、破壊、それから。これがヒントですね、書く文字に対する。で、一応読み方は、この三つとも同じ読み方です。はい、一つの読み方です。これ答えみんな書いてくるよね。うん。うん、だってこれ、この漢字を読めばいい。あ、要はこの漢字読めない、ね、読めない。パンパって読むだけです。うん、3つのうちどっちかを読めばいいじゃんね。でもね、同じだからね。同じだから3つのうちどれかが分かればあと一緒なので。これが現代もこの、うん、いわゆる和製漢語が増えてる理由なんですけどね。まあ、ヒントが分からなかったらでもこれ、ね、元も子もないんですよ。多分ね、この3つがね、読める人あんまいない。一番読めそうなの一番下。字面で読めそうなのが一番下で、意味合いで分かりそうなのが二番目で、一番上はもう話にもならん。ね、これ、どっから拾ってきたの？ん？どっから拾ってきたの？まあまあ、ちゃんとあるんですよ。ああ、そうですか、うん。ヒント分かりますよね。ヒントが示してるもの。浮き雲、破壊、それから。いや、普通に、浮き雲は普通の浮き雲でしょ？はいはいはい。うん、破壊も普通に破壊でしょ？破壊ですね。それからがどうした？それからですね。それからどうしたみたいな感じでね。ちゃんと見ますよ。いかさんに分かった？あ、もうか、もう放棄してるね。放棄してるね。放棄してるね。キララシティさん来た？あ、来たか。小説、あ、うまいぞー！来た！キララシティさんすげーわ。すげーわ。ちょっと、こっちにまだ出てこない。すげーわ。当てちゃった？いや、当ててない。そのものじゃない。ヒントがな、ヒントを当ててる。すげーわ。だからヒントを当てるのは簡単ですけどね、これぶっちゃけはっきり言って国語力があれば分かります。国語力があれば分かります。お、来ましたね。もこ漫然、最後は帽子そのままやんけよお前。まあ、ぶっちゃけ、もこ漫然、そのまま読んでもね、そうなんですけど、ただ、あの、漫然はね、意味ないんでね、うん。ああ、そうそうそう、からじめ、そう。そうそうそう、そう、そういうことです、そういうことです。それがヒントなんですよ。あとの方、沈黙ですかね。まあ、とりあえず言うと、ヒントの方ですけど、これは小説のタイトルです。ああ、やっぱ、すごいね、キララシティさん。小説のタイトルです。浮き雲は、双葉亭四名さん、あの、作の浮き雲。破壊は、あの、島村藤村の破壊ですね。これ大好きなんですけど、作品。で、最後はヒント、それからは、これ、夏目漱石の、それからですね。ということで、これは、その小説の中に出てきた、ある言葉です。うん。で、ただ読み方は全部一緒なんですよ。だから、同じ一つの読み方なのに、作者によって漢字が違うんですね。そういうヒントははっきり言ってこれは難しいやん。いやいや、ヒント答え好きならしいじゃないか。ちゃんとヒントをヒント捉えてるじゃないですか。何なのかっていう。すごいね。で、これ何かっていう、じゃあもう答えいきますね。はい、どうぞ。来ましたかね。来ましたね。はい、ぼんやりです。これ普通誰も読めんよね。誰も読めない。しかも意味すらは違うからね、ぼんやり。うん、で、逆に意味で言うと、うん、この一番上、浮き雲で、スタバテ氏名のこのぼんやり。これまあ、そのまま言うと、もこなんですけど、これもこはね、漢和辞典に載ってるんですよ。ほう。で、ぼんやりに近い漢字なんです。ほう。ぼんやりとは書いてないですけど、うん。ただ、万全と、最後のこれ、ぼうこと読みますけど、うん。うん。ぼうこに関しては、全くぼんやりとは読めないので、あ、うん。ただ、この三人が三人とも、このぼんやりという言葉に対して、これだけの漢字を使ってて、うん、ね、これ強引だよね。そうですよ。ただ、ま、あの、この浮き雲の中のこのぼんやりはこれで覚えればいいんですよ。逆に言うと、この破壊の、うん、なんか作品の中でこの漫然と書いて、うん、ぼんやりとか、それからで、うん、このぼうこって書くやり方は、うん、あの、作品全体として見ると合ってる。あ、納得なんです。これで抜き出しちゃうと、はあ、なんじゃこりゃって話になるんだけども、はあ、うん、へー、からしめんどくさい。あくまでも車ネタに振りたいみたいですね。
だから逆に言うと、もうこれで、ぼんやりに対する、うん、あと当て字の漢字は、三つあるわけですよ。だけどさ。だから書き取りで、ぼんやりを漢字で書き取り書くときに、この三つ書いたら全部正解ですからね、どれか一つ書けば。だけどさ、これさ、まず第一に、そういう質問を受けることはもうないと思う。いや、だから、これが何に繋がってるかというと、はあ、今の、文脈が大事。まあ、それもあるけど、歌手とか演歌とかあるじゃないですか。だから、女性と書いて人と読むのは同じことなんですよ。あ、なるほどね。時間と書いて時と読むのと一緒。あ、なるほどね。ね、強敵と書いてね、友と読むのと一緒なんですよ。そういう、じゃあ、なぜそれを日本人がやれるか。はあはあ、結局、こういうことが昔からあるわけですよ、作家には。で、これで僕が今回この資料を作って思い知ったのが、うん、これがパソコン上でこれを文字を出すのが非常に大変。だってぼんやりって言ったって絶対出てこねえもん。出てこんねえ。だからこれ当て字対応のこの変換はね、かなり難しいので、うん、だから結局僕も漢和辞典手元に今回一生懸命作りましたけど、漢和辞典で探すのも至難の技ですから。はいはいはい、はい。うん、すごいね。すごいですよ。だから逆に言うと、もう中国人ではこのレベルでは理解できないんですよ。あ、だから逆に言うと、ここまでの段階で和製漢語の段階で漢字というのは中国を超えちゃってるんですね。もう日本文化なんですね。あ、ここまで使ってしまうと、うん、そう、手書きで無理やり変換を押すか施すか、ここで重要になってくるのが、うん、ね、昨今携帯使ったりパソコンで書き文字が苦手になったと日本人言うじゃないですか、はい、ね、みんなやってくるから。でも逆に言うと、僕も今日思い知ったのは、読み方が分かってないと何もできないですね。要はこのモコという場合が、モコを出すときに模型とノリというふうに変換をして字を出すのに思いつくかどうかなんですよね。はいはいはい、うん、万全をこの万と全をどういうふうに出すか、この某子というのをどう出すか、で某子の子なんかこれ単独の字でないんですよ、はいはいはい、呼ぶのを作りの方はね、はいはいはい、これはあえてこれを、訳すと、何の意味があるかというと、これびっくりマークなんですよ。は？びっくりマークを漢字で書くとこれです。簡単符。ほんと？これです、そうです。あ、これ、ああ、花の応援団のああ？そういうこと。あの字。ああ。その字。じゃあ、ああを、ああ、うん、を変換するとこれ出るかな？出ないんですよ。あ、出ない。確か出ないと思う。うん、難しい。で、僕がやったのは、うん、結局緩和辞典に、だんだんこという熟語があるんですね。はあ、はあ、で、そのだんだんこと変換するとこれが出てくるんですよ。この字が初めて。へぇだからやっぱり漢字の読みの知識というのは、たしなんでないと、うんうん、やっぱりこのデジタル社会においても、うん、日本語という基本言語、この言語のフォーマットを知る上ではやっぱりある程度の知識とかレベルに達してないと難しいという、はい、すげえ。だって現にあれでしょ、パソコンいくらこうワードタイプのアプリが発達してどこでって、なかなか Ruby を打つとこまでまだいかないでしょ。 Ruby 打てるのもあるけど、あ、うん、なぜ Ruby のあれがテクノロジーが発達しないかというと、やっぱりもともとこの言語自体が日本語が難しく複雑すぎるんですよね、システムが。だって絶対読めない読み方で、読まない読み方してきますからね。嫌がらせだよね。そう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 。確かに。うん。文頭のやつもね、読めないんでね。そう。で、まあ、これが、いわゆる和製漢語。はいはい。和製漢語のパターンになりますね。はあ、ぼんやり。ね、覚えておいてください、ぼんやり。はい。で、次はもう一つのパターン。国字。国字。まあ、こっちは一気にこう、何、敷居的にはガーンと低くなりますね。はい。わかりやすいんで、はい、うん、国字の成り立ち方ですよ。国字には二つ方法がありますね。一つは会意文字。これは意味がわかる文字ね。はい、会意文字、はいはい。で、もう一つは合字。これ合わせるパターンですね。はい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 。よいしょ。で、国字っていうのはですね、これも古くてですね、7世紀初め、奈良時代ですか、天智帝の頃。天智帝の頃にですね、はい、もうすでに国字として字が出てきてます。うん、まあ、有名なところだったらここにも出てますね。カシの木のカシ、2番目ですね。カシであったり、あと、サカキとか。はいはい。ああいう字はね、木片の字はね、もうすでに奈良時代から使われてるみたいです。ほー。で、あと、平城京の木簡。ね、木簡してますよね。はいはい。よく歴史のあれで、うん。木簡にはもうこのイワシという字があったらしいです。へー。で、もう、国字の方も、やっぱり、今に至るまで、たくさん作られてます。今でも作られてます。まあ今は逆に言うとこう遊び感覚で作りますよね。これクイズで使う、ね。そうそうそう。で、その文化がなぜあるかというと、この文化があるからです。
で、会員文字というのは、二つの以上の文字を組み合わせて、その意味が分かるようにしたことですね。これ、二つ以上の音を合わせるわけじゃない。意味を合わせるわけですね。はあはあはあ、うん、で、これはね、例えば、今書いて一番最初、林。はい。これは木と木を合わせて、林。はいはいはい、で、同じようなパターンで、炎という字がありますね。ここには載せてないですけど、はいはいはい。炎は今度は上に乗っけますよね。重ねて、火が多いイメージを表して、より強い炎というのを表現してますよね。で、この簡易文字の優れているところは、漢字から意味がわかること。うん、わかるね。これが大変、画期的なんですね。もう、林は木が、ね、2本ある。歌詞は硬い木、はい。弱い魚でイワシ。次読めます、中さん。なぎです、ね。なぎは何です？あ、いや、なぎって風が止まった。そう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 、そう。ね。で、まあ、あと下に書いて、まあ、木片、ね、木片と魚片の漢字は、ほとんど簡易文字です。要は国字ですね。あ、特にあの、寿司屋さんの湯飲みに。はいはいはい。書いてあるやつだね。あるね。うん。うんそう。で、ただし、若干違う、はあ。ほとんどと書いてあります。全部じゃないんですよ。あのね、面白いのはね、アユ。うん、アユという漢字わかりますよね、皆さんね。魚辺に占うと書いてアユ、うん。あれは、アユが占う魚だからアユじゃないんですよ。はあ、あ、そうだね。あれはたまたま読み方が間違っちゃってるだけで、あれ中国語だとはナマズという意味なんですよ。あら。もともと中国語であの字があるんです。ただあれ意味する魚はナマズらしいんですよ、はあ、それがどう間違えたか日本に入ってあれあの川魚のアユになっちゃったんです。へー。だそういうのがね、あと他にも 2,3 あるらしいんですよ、はあ、あとアンコウなんかはあれですよね、字がもう状態じゃなくて読みですよね。魚辺にアンだったっけ、安いだったっけ、なんか、うん、うんうん、あれはアンコウ、アンでそのまま来てアンコウと読んでますよね、うん、なるほど。かわいい文字で、あと下のこれは合字、まあ合わせ字とも言いますけどね。はいはい。これは本来二つ、バラとか三つ、バラバラの字のものをくっつけて一つの字にして、はあ、さらに読み方を、訓読みを、読みを与えて文字にしちゃったパターンですね。はあ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 、ちなみにこのマロというのは、はあ、朝という字とロという字で、これ別々でも二つ並べてもマロって読めるんですよ。で、もともとそうだったんです。あ、そういうことか。これ朝とロか。そうなんですよ。皆さん、あゆなまず説驚き、いや、本当でしょ、うん、あゆそう。で、これ、なんでこうなっちゃったかというと、これは多分、これも筆の運びだと思うんですけど、縦書きですよね。あ、なるほど。うん。中に収まっちゃったんですよ、ロがボンと。僕ら横書きで見てるんで、一文字で普通に何も、何の抵抗もなく読んでるけど、これ縦書きすると二文字に読めちゃったり、一文字読めたりするんですよね、下手くな字が書けば。うん。で、まあ。で、次これ読めますか、アナハさん。紙下。おお、さすが昭和の年代。で、紙、でも、紙下って何だか分かります。起きえました。あ、出た。紙下って何だか分かります？あれでしょ、武士の、ここ、あ、まあ、遠山の金さんが来てるやつね。そう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 、いつも畑けちゃうやつね。そうそうそう、紙下ね、うん。一応、武家の中の、略奏みたいな感じですね。正奏ではないんですね。略奏ですね。まあ、この辺は、東屋さんが詳しい。正奏はだって大門ですもん。すみません、ダイモン。ダイモンってね、なんだろうな、カリギヌ、ダイモンカリギヌが、全然ここあれ、三河漫才で来てるやつ。あ、あれがあれがダイモン。俺、大きい自分の家紋が入ってるね、はいはいはい。いわゆる歌舞伎で来てるやつ。あ、うん、ディフォルメされてるけどね、歌舞伎やつが。あれが清掃。あ、そうなの？うん。要は、朝廷とかなんかと、公家とかなんかと操るときは、基本的に公家は、脳死、即体姿だけども、武家は大門姿で。対応しますね。で、江戸城内、武士だけの社会になると、基本的に、いわゆる、仕事とかなんかやるときは、紙下を着て、いわゆる略装、いわゆるスーツですよね。あ、紙下がスーツ。スーツ。だから上下なんですよ、スーツ。一緒の意味で。全く意味一緒ですから。ニュアンス一緒ですから。あ、だって、あれは上下で同じ生地ですもんね、紙下。袴もだって同じ柄ですよ、紙下は。で、なぜかビョーンってあれして、うん、パキッパキッのり付けして、で、ここに門のところを入れて、みたいな。うん。で、服だから、服の上下で紙下。なるほど。で、呼び方は別に他に変え、読んでも読み間違えるものがないから、紙下、上と下という意味で紙下。まあ、紙下着てこいよ。紙下を召されよ、みたいな感じでは、あ、紙下ではこれね、みたいな。なぜかというと、羽織袴は、羽織袴って言い方が、羽織袴がなんで上下じゃないんだっていうと、そこなんですよ。紙下、は、あれが、その一個上の略装だからですね。
羽織袴よりも上ですから、清掃とかああいう服としては。あ、そう、なるほど、なんかすげえ勉強になった気がする。上下はあの変な思い出話だと、僕小学校の時に学芸会やった時に、劇やった時にお侍さんで、その殿様の前で侍4人ぐらいがこうひれ伏しててっていうとこやって、そこの僕侍役だったんですよ。で、上下だったんですね、衣装が。上下なんてないから作んなきゃいけないんですよ、お母さんたちが、うちの親たちが一生懸命作ってきて、みんな持ってきて、大体形わかるから作っていくんですよ。で、うち僕もお袋に頼んでやった時に、みんな剣道の袴を借りてきて、それに紙紐をつけて、布でこう三角のピロットつけてやって持ってたけども、うん、うちはその、つてがないので、うん、袴が借りられない、はい。で、普通にレンタルで借りるのも高い。っ、う、て、ん、なっちゃったんで、どうしたかというと、お風呂は当時太ってて大きかったので、うん、デニムのキュロットスカートをお風呂が持ち出して、うん、これにしろと。俺はすごい反対したんだよ。こんなの嫌だよと。泣いてダダこりだけど、結局イキューさんの新右衛門さんを見て説得させられてね、似てるじゃんって話で、しょうがない新右衛門さんならいいやみたいな感じでやって、そしたらしばらくしたらお袋が、あんたちょっともう一回あのちょっと衣装つけてみりんでって言って、そのデニムのあれを思いっきりこう帯でベルトでギューッと絞ってこう膨らむじゃないですか。だから紙下っぽくなって、そこのところにビーシで作った上を持ってきたんですよ。で、それを紙のやつをこう、ペタッと富山県のように貼っつけて、うん、で、やって、ここにちゃんとこの、紙で切って丸松って書いてあるんですよ。うん、で、貼って、それを貼って、はめ差し込んで、あ、これで、紙下だよって。で、すっごいダダこねて、嫌、はあ、だって言って、はあ、こんな紙んな布なのに俺だけ紙だみたいな、嫌、はあ、だって言ったんだけども、はあ、学校でそれに行って、衣装合わせやるじゃないですか。だから、まあ、感動的ですよ。いい話ですよ。最後先生が、はあ、ちょっとお前、松本、出ろって言って、はあ、みんな、お前これが上下だ。お、何かというと、デザインが違ったんですよ。うちのお袋の上下だけ。みんな、タスキがこうかかってて、三角形の肩がついてるんですね。うちのお袋、三角形の肩がついてて、ここにタックが3つ入ってるんですよ。で、竹ひごが中に入ってて貼ってんの。すげえ。だから、ちゃんと作ってやるの、お袋のやつ。テレビ見て。で、それを先生が見て、うん、これが上下だって言って。うん。すごいわって言って、うん。それしばらくね、学校にね、資料で取っといてありましたよ。衣装の、いわゆる型紙として、うん。すごい。あと、今でも伝説なのが、小学校2年生の時に、鳥になった王様っていう、アラビアンナイトの劇をやった時に、うん、僕、奴隷とか盗賊役だったんですね。その他大勢だったんですよ。頭にターバン巻かなきゃいけない。ね。で、一応こう、ターバンっぽい子やるじゃないですか。すごいのが、うちのお袋はターバンの巻き方してたんですよ。これ、今でも不思議。ちゃんとこうなって後ろに垂れるんですよ。なぜかその場でターバンを頭に巻いて、うん、あ、これでいいからって言ったらまた先生たちがびっくりしててあれ写真がないんだよな。でもね、ターバン巻いて布1メートル2メートルちょいぐらい布かなんか後ろ布でターバンを巻いたのはね、はあ、何者なんだうちの袋はという感じでなるほど。ありました。で、まあこの峠も同じですね。同じ紙紙もつけてますけど、うん、そう、この辺でキララ自然が出ますね。寝点がね、点のついてない衣編ないのが締め線ですけど、服なので衣編。ね。で、はいはい、山の上下。はいはい。ということは、峠だと。峠だ。そうそうそう。峠の群像って昔大河ドラマありましたね。キララ新さんありましたね、峠の群像。はいはいはい。ね、ありましたね。もうあれでキラがね、大フィーバーしましたけどね。はい。で、次ですね。まあ、そんな国字、今でも作られてると言いますが、常用漢字ですね。いわゆる、まあ、実際に、まあ、実質企画でも使えるよという、国字結構あります。うん、まあ、代表的なのは、まあ、これだけ。はい。まあ、栃木県の土地、実は国字なんですね。どういう意味でこうなったか僕もよく知らないんですけども。うん、あと、峠はさっき言いましたね。はい、畑はわかりますよね。これ、ね、畑って、もしかして、焼き畑から来てる。そう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 。水使わない、そう、田んぼみたいなね。うん。うん、あと、枠もそうなんですね。あ、これ息、息枠枠。枠だよね。うん。あと、匂いもそうなんですね。ほう。あと、働く。はいはいはい。だあと、込めるね。はいはい。うん。これ、国字らしいんですよ。へぇー。でも、実際ね、この新匂がある国字は珍しいらしいです。ほう。新匂はもう中国のあれ感じなんで、うん。字から変換してるんで、うん。で、あと、平安時代からその令和の古い国字ね。はいはい、古い国字の方は、さっき言いました、菓子、イワシ、はい、マロ。
あとさっき言った榊。はい。次わかりますか？すみません、ここ見えない。うん。田んぼに鳥と書きますね。田んぼの鳥。うん。ちょっと待って、田んぼの鳥、クイズみたいなもんだ。クイズだよ。うん。田んぼ。その間僕あのタイムライン見てますね。田んぼにおる鳥ってなんだ、うん、そう、田んぼにいる鳥ですよ。スズメは違うでしょ。峠の群像では、人情事件の原因が塩田を巡るものだとそうですが、史実では塩を巡るなかったです。ああ、そうだよね。今、そうやって言われてるよね。ああ、田んぼで、結局。カモ。カモはね、田んぼのだろ、棒がビョーンってカモ飛びますからね。カモじゃない、欲しい。カモではない。あの、多分、田んぼで。もう、わかんない。そう。みんなね、わかってるんだ。それでも、多分、名前がわからない。名前がわからない。田んぼで餌をついばむような。カエル。お、いい線つきますね。カエルじゃない。ちゃんとした鳥ですね。でも鳥なのかな。え？いやいやいや。ハモ、違う。ハモ、ハモは魚、うん、だよね。うん、ね。ピンポーン、答えが出ました。不思議です。でも、不思議と言われても、あーって言えないんだよね。はーだよね。不思議で、はーだよね。うん、とか言えないんだよね。まあ次はこれ、クラウですね。誰が？あ、あ、シギで。えらい。ああ、もう皆さん、シギ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 ですね。あとね、トキもね、鳥編の字があるんですよ。いわゆる僕らが知ってる、朱色の詐欺ではなくて、うん、ちゃんとこのさ、トキというのがね、ちゃんと、こういう鳥作りの方の字であります。国字の方でも。うん、おー、あ、そうなの？ええ。わかります？あ、すみません。そうそうそう。で、この MD の、ね、一自治体の漢字でしかないので、国字ってのまで。まあ、でも国字はそんな権威があるものではありませんからね。うん。で、まあ、まあ、今日は、はい、とりあえず資料の方はここまでという形で。あ、ほんと、じゃあ、うん、全体の方に。うん、戻していいよ。はい。はい。はい、まあ、そういう感じですね。とりあえず、漢字の第2編ということで。やっぱね、うん、パワーポイントの状態、うん、デスクトッププレゼンターを動かすと、うん、やっぱ90何パーセントじゃんね、うん、今 CPU が今67%、うわ全然違うんだね、うん、全然違う、うんうん、ああそう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 、うん、今出てますね、トキとはその字ですね、はい、あこっちまだ、うん、出てます、ね、出てますけど、そうトキやっぱこう見るととにかくこのMacBook Air の方にパワーポイントが入らんこと、そうそう、それやと思う。ちょっとどうにもならんね。どうにもならんね。どうにもならんね。うまく進めれんね。うん、今回、まあ実験的に。まあそうだね。うん、全然問題ないと思いますよ。MacBook Air で配信をやってみましたけど、うん、やっぱり、MacBook Pro で配信でないと、そうだね。難しいというのが、ね、今回分かりましたね。うん、まあ、漢字の勉強もできて、はい、コンピューターの勉強にもなって、うん、あ、よかったよかったという感じだね。で、まあ、もうちょうど時間がいい時間なんでね。まあ、ちょっとここから番外編の話になりますけど、はい、初めの方のタイムライン拾ってきますけど、うん、タイムラインでほら、スモールデーさんがよろしくやってたじゃないですか。はいはいはい。うん、まあ、いわゆるあれも当て字の最たるもので、うん、日本人のまあ、素晴らしい文化なんですけど、うん、今結構ね、キラキラネームが問題になってるじゃないですか、はい、一部で。キラキラ。いわゆるまあ、二ちゃん用語で言うとドキュンネームですけど、まあ、今それを表面でキラキラネーム。ーはいはい、要は、子供の名前にとんでもないもん、名前を付けちゃったりとか、読み方が、本来絶対ありえない読み方でっていうところで、ただこれ、僕なんか今回漢字の勉強をやってて、今僕もね、勉強しながら資料を作りますから、思ったのが、これを忘れちゃいけないんだけども、当て字って、ルールがあるんですよ。みんなね、ぼんやりと気がついてるはずなんです。で、ぼんやりとその当て字のルールを感覚で分かってるから、踏み外さないんですよね。ところが、今の人たちは、その踏み外す人が出始めた。要は、踏み外さないっていうのは何かというと、日本語を理解してれば踏み外さないんですよ。日本語、いわゆる大和言葉というものを、語り言葉というものを知ってれば、踏み外すことはないんですね。もしくは、踏み外してもフォローが効くんですよ。でも、踏み外して、フォローが効かない、光る宇宙とかでピカチュウとかね、うん、そういう風な、がなってくる場合がもう、フォローができないじゃないですか。うん。逆に言うと、悪魔くんの場合はフォローができるんですよね。悪魔くんが、問題になってる、ね。うん、悪魔くんもな、あっちの、うん。あれはもう、本当にこうなんだろう。
初っ端の一番プレ、あの、何、キラキラネウムみたいな事件だったじゃないですか。うん、あれはまだ、すごい理解ができるというか、その、いわゆる昔、ぶっちゃけた話と、その、ね、豊臣秀吉が、うん、あの、自分の子供、あの、広いと捨て丸の話でもそうですけど、うん、初めに捨てると長生きするとか、そう、命を捨てると長生きする。そういう縁起とか、験担ぎでね、わざと悪い、幼名の時に悪い名前をつけたりとか、うん、ああいうのがあって、そこからやったりとかするのもあるんですけど、まあ、その関係で言うと、まあ、悪魔くんってつけて、うん、でも、それだったら、幼名という段階で悪魔くんにしておいて、成人したりになった時に、ちゃんとした名前あげるとかね、うん、そういう日本語の慣習がありゃいいですよ。ない状況で、もう一番最初生まれて出生届出す時の戸籍の名前が一緒ついて回るという、現代の民法下においてはできないんですよ。はいはい。だから、そういうことをルールをわきまえてればやれないですよね。はいはい。でもそれを踏み外しちゃった形になっちゃうみたいな感じで、うん、今のその、読めない、いわゆる外国の名前を無理やり日本漢字でね、うん、当て字で改めて、でも、情緒や風情がないですよね。はいはい、ないですね。だって、ね、僕がよく出すその、ヤマトをなぜだ大きい和と書くかと、はあ、あれって理由があったじゃないですか、長さんによく説明しましたけど、はいはい、それを聞くと、うん、もう嫌な気にもならないし否定もできないじゃないですか、うん、それでいいやみたいなね、うん、でもそういうのが今にはないんですよね、うん、で実際あのね、これこんなこと言っちゃあれなんですけど、僕の娘の通ってる学校にも一人ヤマト君ってのがいるんですよ、はあ、字が違うんですね、ほう、ヤマト君なんですけど、うん、学年が1個下か1個やな、あのね、二個下ぐらいなのかな、あの、和国の方。人弁に、和の方。いわゆる和国。昔の大和。は、ちょっと、人弁に、あ、誰か書いて。キララシさん書いて。和国の方。義士和人伝の和。和。はいはいはい、はい。あれで、大和と読ませてる男の子がいるんですよ。はい、僕はね、もうそれを見たときに、うん、本当にかわいそうでならない。なぜ、うん、長瀬くどいようですけど、うん、大和と書いて大和と読むのか、うん、あれはそういう風に中国に、うん、あの和という字を当てられて、うん、自分の国と名前とされちゃ、そうそう、この字ね、自分の国とされちゃったことに対する、うん、アンチテーゼなんですよ、そうではないという宣言なんですね、うんうん、これは、うん、嫌な意味なんです、これは意味が悪いんです、あ、中国人の風習として、うん、自分以外のものには、はあ、いわゆる中華思想がありますから、はあ、四方の番位に対しては、うん、いい字は絶対つけません。ほう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 、だから、一個下か最悪の字をつけます。卑弥呼がそうなんですよね。僕ら卑弥呼ってあの字を使ってるじゃないですか。本当はあの字じゃないんですよ。日本で当てると、日曜日の日に、うん、あの、幽霊の霊に女と書いて卑弥呼と読むんですね。うん。日の巫女なんですよ、完全に。日の巫女を中国で言うと、得体も知れない、ね、東のちっちゃい国の女王だか何だか知らないけどって言って、ああいう変な字を、卑しい字を当てるんですよ。それは同じことなんですね。おー、そう、で、こう、大和はこの中国からの別紙名ですね。これは腰が曲がってる人という意味です。背が低い人という意味です。へー。いい、だから、あの、ねえげんのねえの字ですよね。ねえげん、もう、ねえげんの、うん。ねえしんとかの、あっちのに人弁がついてる、うん。そうそうそう、チビです。いやーい、チビチビのチビです。背が低いねのチビではないです。いやーい、チビチビのチビです。うん。だから、良くないんですよ、意味合いが。だから、それを、使ってしまって、ヤマトとつけてる、その逆に言うと、そのお父さんが、ちゃんと漢字の知識があれば、外す字なんですね。つけない字なんですよ。多分、感情、多分つけた感覚としては、同じヤマトではつまらないとか、なんかそんな感じだと思うんですよね。だから、あえてみんながつけてない字を、なぜみんながつけないんだというところなんですよ。それは訳がある。その訳を調べにはいかん。でも多分姓名判断に行っても多分そこでも聞かれなかった、追求されなかったんでしょうね。どこに行っても多分それか、行ってないか。いや、行ってないでしょ。ある程度の本当ね、僕ぐらいの知識がある人が見れば、歴史の知識がある人は、つけない、絶対つけない字。うん。うん、だから、豊臣秀吉の朝鮮の出兵も、あの、中国では、和乱って言いますもんね。その年号とって、人心和乱とか、なんとか和乱とか、年号とって、ああ、うん、和乱って言います。要は和の国の乱、和乱。で、その和の意味は、ジャップって意味ですからね。ジャパニーズじゃないと、ジャップですからね。は要は、黒人語、ニグロっていうのと一緒ですよね。そういうことです。はうん。そう、将来成長してね、2メートルぐらいになった時にね、字がチビだったらどうするんだって言われますけど、うん、ただ本当かわいそうなのは、
で、多分彼のその生活の中にはそんなことはないかもしれないんだけど、もしね、たまたま会社の上司か何かに、とか、営業回ってお得意さんがそういう人がいたときに、この名前はみたいなのに思われちゃうとね、かわいそうだなって思うんで、だから、本当にそういう、で、逆に日本人の、変な文化というかあれで、名前、なんて言い方とか忘れちゃったけど、代々名前を受け継ぐじゃないですか。ああ、そういう、ね、親の名前をね、上につけたり、下につけたり、で、上につけるのが長男、下につけるのは、次男以降みたいなとか、あと、読み方が一緒で字だけ変えるとかね、そういうことをやるじゃないですか。うん、あれも日本人のその字に対する敏感な感覚で、縁起のいい字というのは代々。受け継いで、縁起の悪い字では即下げて、で、逆に自分の上司が同じ字を使ってたら、あえて自分の方が読みが一緒だけど字を変えたりだとか、そういうことをしたりとか、ずっと日本の侍は特にやってきたわけですよね。なるほど。それは中国の方でも、中国のでもあるんですよ。進化が皇帝と同じ字を使ってたら字を変えるっていうのはね。だからこの文化自体は、習慣自体はもう中国から入ってきてるんですけども、勉強になるなぁ。そう。だからそう。実は私がそれ漢字の理由。そう。だから逆に言うと、中国、まあ韓国はまあ別と、ちょっと、ね、特別なんで省きますけど、中国と日本、古代中国と日本においては、漢字に持ってる、文字が持ってる意味っていうか力っていうのをすごい敏感で、だから、移していく。で、たまに自分と、違う道を歩ませたりとか、これはまずいなと思った時はもうその字は使わせなくて、家系図を見ただけで、動きがわかる。あ、この人に継がせたいんだなとか、あ、これってこういう道筋で家がついてますよね、って言って、で、ここはここ剥がれてますよね、で、多分、例えばよく家元とかね、はい、あれでやった時に、三男坊、四男坊あたりが字が入ってないと、で、別棟行っちゃったりのね、とか分かるようになったりするのはそういうことですね。すごいわ。だからやっぱり漢字っていうのは国語力っていうのは、だから僕なんか本当に英語を勉強するのも大事だけど、まず自分の国の国語っていうのを本当にある程度理解して普通に使えないと、だから逆に言うと今ね、アーティストでもさ、こう自分で詩書いてさ、曲つけてっていう、そういう才能は確かにすごいよ。すごいけど、やっぱり昔の歌謡、昭和歌謡にあったような、プロの作詞家が、もう詩を書いて、曲がついてやるってのは、ほんと、さっきも言ったように、女性と書いて人と読んだりだとか、こう、ああいうこう、すごい気の利いた、で、なぜあれがいいなと思ったり、ずっと今になっても、10年、20年残るかっていうと、ルールに沿ってるんですよね。そう思えなくもない、言えなくもない。要はニュアンスのあれなんで、要は、あえて感覚を文字に変換してるんですよね。それをやるのがプロの作詞家だと、の仕事だと、詩人の仕事なので、そういうのがやっぱりこう、廃れていくというか、こう、要は下に見られるというかね、尊重されないのはちょっと寂しいかなっていうのが、なってくるんで、やっぱりこう、日本語というものをね、すごいね。よくここまで、あんたまとめたね。いやいやいや。いや、勉強になったわ。本当に大事なんで、大好きなんでね。ちょっと恐れ入りました。いやいや、何スモルテン、何カットビカットビロックンロールか。カットビロックンロール、ぶっちぎりだよね。そうだよね。そうで、このカットビロックンロールで、この当て字も、いかにその中で、僕らの時も入りましたけど、より意味合いが、雰囲気のいい、ニュアンスのいい字を選ぶかで、技量が試されるんですよね。要は一番理想なのは、漢文として読めるってことね。漢文として。漢文として。だから、よろしくとかでも、あれがこう、他のよろしくでもいいわけじゃないですか。でもあれをあえてこう、漢文と意味合いとして、いわゆる走り屋の意味合いを持たせるためにはこのよろしくじゃないとまずいとか、そういうのをこう作るわけですよね。銀杯ね、そうああいう文化も大事ですけどね。さあ、いかちょうど時間通りですけどね、いかがだったでしょうかね、今回の。いやー、勉強になりましたね。感じもう前回と合わせて、まあ僕の方も勉強になりましたね。勉強になりましたねこれね、とにかく重原さんにパワーポイントを、頂戴いたそうかなという、このせこいことをちょっと考えております。いやー、そうですね、はい、あれは何、マックのパワーポイントちゃんとあるわけだ。あるんです。ただ、違いますよ、
だから買わないかんわけ。あ、ね、はいはいはい、あれがね、あ、オフィスだよね。オフィスは1万5000円します。1万5000円しますね。で、重原さんは実を言うと、ファミリーセットっていうのを使って買ってくれました。はいはいはい、これが3人まで、うん、あれ使い、鍵が使えるんでね、キーが、鍵が使えます、うん、で、重原さんは親切に、僕に、入れんなよって言って入れてくれました、うん、入れてくれました、まあ入れたのは僕ですけど、うん、で、まだ一つ残っているはず、重原さんの、MacBook Air、こっちに入れたの、うん、これに入れて、重原さんの Air があって、Air に入れて、これがまだ残ってますね、うんうん、その時にこれが存在してれば、うん、3個目で入れれたんですが、うん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 、入れれなかったんで。なるほどね。まるでこうアキレスのアキレス腱みたいな話ですね。もうそこを握っちゃってだからダメなんだよみたいな、もう本当にもうやられちゃったねみたいな。うん、まあだから逆に言うと、それが今回勉強できたっていうのは、うん、パワーポイントを使うためには、うん、とにかく、パソコンの、うん、特にパワーというよりは、ユーストリームプロデューサーにものすごい負担がかかるというのが今回、しっかり分かりました。でも皆さん的にはどうだったんですかね、パワーポイントでこういうふうに出してもらう、それちょっと知りたいですけど ね、 個人的に言うとね、うん、僕今日のやつで言うと、スケッチブックでもよかったかな、うん、スケッチブックは ね、 で今回はそう、スケッチブック最悪ね、まあ似たような展開になって動かんくなっちゃったよ松本くんって話に乗った時に、こうやってスケッチブックでもこうやれるの、一応資料は全部作ってきてあるんだね。で、パワーポイントで作ってる時に、ほんとさっきのぼんやりじゃないけど、ほんとね、変換が大変、うん、変換が大変だったんで、うん、もう全部こうやって書いてきてあるんだよね、ちゃんと裏もこうやって全部ね、書いて資料作ってあるんだけど、うん、だからすごく なんつうのかな、こうどっちでもまあ、読みやすさで言うと、うん、やっぱパワーポイントの方が読みやすいと思うんだ、うん、だけど君のこの雰囲気と合うのはスケッチブック。同じこと言われてるよ、同じこと言われてるよ、うん、あ、うん、やっぱり言われてますか、うん、言われてますね、うんうん、まあ、見やすかったよっていうのもありますけども、うん、まあ、やっぱり雰囲気でしょうね、キャラクターとしてスケッチブックの方のが、ね、うん、結局スケッチブックの場合は、君が前面に出るんですよ、うん、つまり1画面の中にスケッチブックが入る感じなんで、パワーポイントの場合はパワーポイントの映像に対して君が小さく出てるんで、そこら辺がね、やっぱり弱い。まあ逆に言うと、まあこれでやれることは分かったんで、そうそうそう、企画によって使い分けだよね。そう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 、あ、これキララシティさんの何、電脳提案機パワーポイント、パワーポイントですね、ね、もう漢字で早速和製漢語作ってもらいました、はい、だけどコンピューターなんか電脳っていう書き方なんか したような気しない、あ、とかサイバーとかね、うん、電脳だよね、電脳社会、電脳空間ね、サイバースペース、うん、だからああいう訳し方は本当にもう日本の作家の人たちの優れてるというか、すごい、あれこそ才能というかね、タイムラインにもあったけど、コーヒーなんてね、そう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 、書かれてましたね、うんうん、いい言葉ですね、うん、何、個人的にやっぱ自分の仕事に関わってる、はい、これ何、トケツブック、トケブック、そっちが先なの、スモールでさ、これ何、これ何、最後ブックは分かる、うん、ブックはわかるけど、こっちまだ来てない、あー、これまた問題ない、なんだろう、こっち来てないよ、とうでしょう、透明でしょう、これトーチブック、トーチブック、あ、スケッチブックか、あー、わかったわかった、スケッチブックね、あ、おーすげーそういうことね、出てこない、遅いですね、スケッチブックとか、いや、スケッチブックとしか読めません、はい、ああ、なるほどね、スケッチブックとしか読めません、だけど仏苦しむんですね、うん、まあでもだけどスケッチだったら、まあ透明本でもよくない、
スケッチブック。だから、ブックに本を当てて当てるとつまんないじゃないですか。今は、それ今は当て字だから、当て字。あの和製漢語の段階じゃないんで、これ当て字の段階なんで。なるほどね。でも、ブックが、ブックって本のことですよね。うん、本を人間が読むと、講釈が垂れるようになるもんで、仏様が苦しむんですよね。だから、ブックでいいじゃないですか。ああ、なるほど。そうやって解釈していくんですね。なるほど。うん、そう、血が透けて仏苦しむ、スケッチブック。うん、仏が苦しむのはいいですね。ブックをね、本をね。なるほどね。スモールテイさん、そこまで分かって、あれでしたね。書いたかどうか。それは、汲み取る方がね、汲み取ってくれればいいんで。うん、いい方に汲み取るかどうかですね。そうまあ、そういうことで、まあ、時間も時間なんで、終わりましょうか。はい。お疲れ様でした。じゃあまた、次次回お楽しみください。はい、じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。